もう笑うなっていう記事が出てて、このようにですね、週刊ポストなんですかね、ニューポストセブンという記事がですね、旧 N 党党首立花孝志氏に対し被害届提出、性的暴行の被害者女性が立花氏に相談してたらネットで晒されたという記事でですね、本日の11時15分に配信されてるんですけど、まずですね、僕はその話をしたことはありますが、女性の名前なんか晒してません。で、そして、ですね、まあ仮に晒してたとしても名誉毀損になるのかな。多分名誉毀損にならないですよ。だってあるこのね、まあ、こう記事では A 子さんだなってます。僕も名前はもう3年くらい前なので、正直名前覚えてないんですけど、まあこの A 子さんっていう人がある男性、当時僕は知り合いでした。で、ちなみにこの男性は、当時知り合いっていうと上杉隆さんを連想する人がめちゃくちゃ多いと思うんですが、そこはさすがに上杉さんのために言っておきますが、上杉隆さんではないです。ただひょっとしたら上杉隆さんとすごく近い人かもしれません。この程度で止めておきます。まあこの男性からですね、レイプをされて軟禁されたっていう相談なんです。この相談を受けました、千葉県の流山市にお住まいの方です。で、だから今から3年くらい、3年前だと思うんですけど、夜中に11時か12時くらいにこの A 子さんから僕とこの携帯に電話がありました。で、どんな内容かと言いますと、私はそのね、ある男性からレイプの被害を受けて軟禁までされましたと。これを千葉県の方に、千葉県警ですね、千葉県警流山署の方に、被害の届け出を出してるんだけども、なかなか警察がそれを動いてくれない。で、怖くなってきたので被害の取り下げをしたいということを夜中に千葉県警の人に電話したらしいんですよね。で、そうするとですね、この男性のことについてはやっぱり立花さんに、 NHK 党の立花さんに聞いた方がいいという、こう本当かどうか分かりませんよ。この A 子さんが言うには、千葉県警の当時の宿直の人が立花さんに相談したらどうですかと、立花さんに相談したらこんな取り下げる、レイプとか軟禁を取り下げるって話にならないんじゃないかということで、僕のところに電話がかかってきましたっていうことですね。で、僕はこの人の話を電話で聞いて、じゃあ分かりましたと、弁護士をね、紹介することもできるので、一度じゃあ会って話しましょうということを言ったんですけど、まあ流山市、まあ、千葉県の流山市、こっから、まあ、国会に来てくれたらよかったんですけど、なんか精神的にすごく病んでるということで、で、もう仕方がないので、オチ君と、オチ君が運転して、僕2人で流山市に行って、この人と、資料をね、見せてもらいながら話を聞きました。で、この男性が、まあ、軟禁をして、レイプをして、何か多分ひょっとしたら子供ができて中絶したまで言ってたかな。わかりません。まあ、そういう話があって、で、なんか結構生々しく語ってました。俺の、なんかスウェットに、着替えろよとかみたいになって、俺のスウェットに着替えたら、結局そのなんだろう、男性のスウェットを着てることにそこに体液が当たってると合意だったみたいになるからみたいなことをこの A 子さんが解説しました。よく知ってるな、そんなことと思いながらね。まあいずれにしてもこの A 子さんは流山警察の方にこの男性からレイプされたっていうことについて話をしてたんだけども、警察が動いてくれないからすごく悩んでるところに僕に相談があったということですね。で、僕はまあ流山まで行きました、おちくんとね。ただこの A 子さんの話を聞いてると、って思うことがいっぱいあったんですよ。で、それで、その A 子さんの話が本当だったら、ここでレイプと軟禁してるんだから、この男性捕まるからそれ待ってるからいいんじゃないのっていう話でその場で終わって、で、その資料を僕は弁護士さんに渡そうかなと思って預かったのは事実、本人の了解のもとで預かってるんですよ、ね、そんなのだって、もし本当、まあ、分からないけど本人がどうしてもその資料をね渡すのが嫌だったらコピーでもいいですし、その場で返してもらえばいいわけじゃないです か。僕はその資料を預かったことは間違いないですけど、その資料を預かって弁護士さんに紹介しようと思ったんですけど、まあ、ちょっと今回のこの記事見たら分かる通り被害届出してるらしいんですよね。で、普通名誉毀損って被害届じゃなくて刑事告訴だと思うんですよ。この人を処罰してくださいでしょ。で、まあ、で、
これを真に受けた週刊ポストのこの記者の人ですね、まあ名前というか電話番号を出すとまたいろいろと問題があるのでちょっと隠しますけど、この週刊ポストの北村っていうやつが2週間ぐらい前に電話してきたのかな、僕の携帯にね。で、千葉県警の方から任意の事情聴取かなんか受けてませんかってなんか結構革新的に言ってくるから、受けてないよって言って、でなんかこの話をしたんで、ああなんとなく覚えてるわ、あのちょっと変わった子やろっていう話をして、まあ、英子さん僕はもうすんごい変わってる、このオチ君も一緒にいたんで、ちょっともう本当だからあの、まあ、いわゆる虚言癖がある人ですよ。だからもうこれはこの人相手したらまずいなと思って僕はそこから相手してません。でそれを真に受けた記者が、この、まあ、事件を、まあ、記事化したって感じで、これ聞いてみてください。さっき電話したところですね。すいません、NHK 党立花です、はい、記事読ませてもらいましたが、北村さんはこの情報警察から聞いたと言ってましたよね。警察の方って言ったと思いますけど、警察の方っていうのは警察じゃないという意味ですね。あんまりその情報源は言えないんですけど。いや、いいんですよ、警察からと警察の方っていうのはえらい違いなんで。これ会社どちらですか、ちょっと直ちに提訴しますので。お宅様の会社どちらですか。小学館。小学館ね、わかりました。じゃあもうこの件はもう全然ちょっと事実が異なるので直ちに提訴します。以上です。はい、失礼します。はい、もうこんな感じです。で仮にですよ、僕この別に英子さんの名前なんか出しても意味がないので、当然出してないという自信があるんですが、ないことは絶対ないと言い切るとはおかしいんで、ね、おかしいので、もしこの英子さんの名前を出してたとしてですよ、じゃあこの人に対しての名誉毀損罪が成立するかって言ったら、この人被害者じゃないですか。この A 男性からねレイプされた人でしょ。でこの人の名前を仮に言ってたとして、言ってないと思いますよ、仮に言ってたとして、この人の名誉傷つくんですか。別にこの人かわいそうな人になるだけじゃないですか。この人の名誉を傷つけたとするんだったら、まあちょっと頭のおかしな人って言ったかもしれません。でもさすがに頭のおかしな人の名前って僕言わないと思うんですよね。で、もちろん警察からもそんな任意の事情聴取も受けてませんし、なんだろう。なんかね、その、大川博士君がですね、僕がなんか近日中に逮捕されるとか言ってたんで、まあこういうね、くだらない、まあ情報、あのね、これね、警察がひょっとしたら名誉毀損で受理してるかもしれません。それは、僕は名誉毀損なんていうのは平気で受理する、簡単に受理するんですよ、警察の方は。っていうのはね、名誉毀損っていうのは、まあ、申告があって、で、それに対して名誉毀損したっていうような被疑者に話を聞いて、大体そんなんで簡単に終わることが多いんです。圧倒的に多いんですよ。で、それを多分この A 子さんっていう人は、すでにこの男性から、これもさっきの生放送で見ました。この男性は一般人ですが皆さん知ってます。この男性のことを知らない人は日本で、ニュース見てない人は別にしても一般人ですけど知ってる人です。上杉隆さんではありません。これ何回も言っとかないと上杉隆さんって言う人に出てくるから。ただ、この男性に対して、ね、レイプされたっていうことを一生懸命言ってる人なんですよ。でもそっから3年経って、この男性が逮捕されたりとか、レイプで、その、捕まったとか、裁判、起訴されたとか、話が聞こえてこないので、おそらくやっぱり僕はこの人の虚言だったと、じゃないかなと思います。で、その後、実はこの人にも会いましたけどね、僕。この時は、当時知り合い、仲悪くなってました。この彼女、英子さんから聞いた時はね。で、まあ、僕、当然この男性も変な人です。後から分かりましたけどね、もう両方とも変です。だから何を言いたいのかちょっと分からないですけど、まあ、この警察からしたらこの A 子さんっていう人は非常にちょっと流山警察からしても、まあ、その要注意人物じゃないかなと思うんですよ。警察に対してすごい圧力をかけてくるから。だから立花がなんか資料を持って返さないからみたいなことを出して、まあ仕方なく受理したんではないかなと推測されます。で、まあ、僕自身が今ね、執行猶予中なので、ご心配の方たくさんいらっしゃると思いますが、万が一ですよ、これを、
を受理されて僕がこの件で有罪になったとしても、これは、執行猶予期間中に行ったことではありません。これ何度も言うんですか、万が一ですよ。3年前の話なんで、僕は刑が確定したのは先月が3月か3月に確定してるんで、これ以降に行った犯罪について、執行猶予が解かれる、なくなるっていう可能性はあるんですが、3年前の話なので、これが仮に、まあ、もう 99.99999% 困難で有罪になるとか起訴されることもないです。もう送検すらないと思いますけど、ね、僕の執行猶予がなくなる、解けて刑務所に行くということはありません。で、これをね、だからこういうね、くだらない週刊誌の記者の発表を信じて、大川博志君なんかがひょっとしたら立花が逮捕される、もうあとカウントダウンだとか言ってるのは、そういうことなんじゃないのかなとちょっと思いました。